イラドバイ14です。今回はこちらクステファニーカップというねクランに来ております。話は変わるんですが、皆さんクランキャピタルいかがですか？皆さんクランキャピタル楽しんでますか？さあ週末レイドが始まりまして、まあ最初のねクランキャピタルレイドみたいなものがね、初めての対戦みたいな感じで始まってやった人もいるかな、どうだろう。まあ僕もね少しだけまあ触ってみたんですけど、あーなるほど、ちょっと難しいなっていうところと、まあ昔のクラクラを少し思い出した、なんか夜村が大きくなって昼村と混ざったみたいな、そんないう印象を受けてるんですけど、まあなんか新鮮味あってちょっと面白いなって思ったんですけど、なぜ僕がこのクランに来たかっていうか、このクランは何なのかっていうところだから少しね説明がしたいんですけど、こちら僕たちはクイーンウォーカーズステファニーっていうねスポンサーの名前がついたチームにねクイーンウォーカーズから変わったわけなんですけども、その名前でわかるかな、僕たちのスポンサーです。僕たちのビッグスポンサーなんですけど、ステファニーカップのこのクラン、クランキャピタルビビるで、みんなうぃーやばくないこれ。ツイッターとかでさ、いやあの人やばいっすよポイント5万いってますみたいなのあるじゃん。もうその桁が違う、もう全然もう舐めてる、359万ですからこっちの。しかもそれがねドドドドンとやばいでしょ。やば、あれ俺1300、これ何トータルか。あ、やばいやばい。恥ずかしい。見ないで。ポイントも2万ぐらいあるけど、今、投資してないから溜まっちゃってるなって感じなんですけど。やばいでしょ、これ。何事ですか。で、もう3位、4位とかの人らで37万とか、もうかすむでしょ、こんなん。もうやばくない？だって、ツイッターでやばいって言われてるような人たちが5万とかさ、なんかもう全然もう、なんか話にならない数字なんですよ。やばいよね。360万ポイントついで、クランレイドどこまで上がるんですかっていうの皆さん気になりますよね。クランレイドっていうか、キャピタルがどこまで育ったのか見ていきましょう。こちら。はい、7ですね。これでも10いかないかっていうところはあるんですけど、すべてのこの下のね、テリトリーというか、地区ホールっていうのかな、が全部解放されてレベル2までは上がってますね。で、一番上がレベル7で、つんよなんかもう来ちゃった。あー、うるせえ。ジジが騒ぐ。はいはい。ちょっとこいつも触って黙らせましょう。はい。さあ、1個直すのにもう3万4万、オールオーズ42万。えぐいね。こんな形ですよ。シングル、えぐ。レベル1でこの見た目してんの。すごいね。さあ、これでレベル7というところで、こいつ、いくつかかんの？あ、まだ上がれないんだ。はい。これ、やばいね。みんながまだ多分、レベル3とかでしょ？早くても。3とか4なんですよ、早くても。でも、下の方とか全然できてないんですけどさ、対戦とかもえぐいですよ。えぐいね。1万稼いでる。アタックログ。ちょっと見てみよっか。19とかやってるよ。おぉ。相手もそこそこ育ってますね。さ、ディテール。見ていきましょうか。ちょっとこのアタック見ていこうか。さあ、ペッカ、スパジャイ。少し倍速気味で見ていきつつ。すごいな。さっきね、なんかホグラッシュとかやってたもん。はい。呪文もね、まだたくさん使えますからね。まだというか、もう。この後ね、実際にね、攻めていいよって言われてるんで、まあ、攻めていいよというか、もう遊びに来ないよみたいな感じでね、呼ばれてるんで。ちょっと僕もね、このクランレイド、攻めていこうかなと思います。はい。いいね。編成強いよ、だって。もうこら。あ、スーパードラゴン逆に使えないんだ。ゴーレムより先に解放されることある？あ、まだフロストの呪文も解放されてないですね。ゴーレムと、天空城フライングフォートレスが使えるというところでね、この辺使えるの熱いな。まあ、ちょっとレベルがまだね、いくつまであるんだろう。もうちょっと段階的に上がりそうなんだけど。さあ、46%、これを引き継いでいきましょうか。使うと。まだもうインしてる人いないんでね。あ、もうなんかいろいろ。防衛が強そうなんだけど、もうすでに。バカだるくね、これ。これ絶対ゴーレム使ったじゃん。100% ゴーレム使いましたみたいな跡地が見えるんですけど。もう防衛施設のどういうあれなのかしたら、まだ段階的に覚えていかなきゃいけないのに。さあ、じゃあここ引き継ぎますか。引き継ぎましょう。いいでしょう。私が全開を取りましょう。ゴーレム使いましょう。190枠。うわ、少ねえな。思った以上にキャンプの枠数がカツカツだった、あいつのせいで。ホグ使ったことないんだよ。ホグ使おう。あ、こいつも使えて。あ、いいや、自慢しよう。みんなに自慢したいからこれ使おう。90枠でしょ。いやー、渋。あと何足す？ホグ一体入れるの。こいつ何枠？ 15 か、重いな。ウィズ入れて、ヒールレイジとかいけないのか。レイジヒールとかもいけないんだね。
デイジーは一発落としてくれてるからヒール使いの。そっか、やることないからライトニングなんだね。確かにそれはやることないわ、この編成。ホグ、ジャイホグからのスパビズ入れて、まあバーバリアン入れとこうか。これで行きましょう。行きましょう、行きましょう。行きましょう。さあ、レイジは乗せません。レイジは乗せず、かなり、わあ、射程もったいなかったかも、これ。ジャイからのホグ当てていきつつ、ホグ、あれ。ホグ当てていきつつ、ホグ当てていきつつ、ここら辺にヒール置いてあげて、スパビズ。あ、思った以上に弱いぞ、これ。え、ちょっと待って、強すぎん、お前ら。はぁ、防衛施設が強かった件について。どうしよう、どうしよう。え、もっと余裕で取れるかと思った。マジ？強いんですけど。これ、ゴーレム流したいな、次。まあいいや。いいよ、いいよ。全然いいよ。あ、もうこれゴーレムでおしまいだわ。おー、スケルトン強い。フォートレスもっと射程長いのかな？もっと後ろから出すべきだったかな？これもしかして。想像以上に火力を受けちゃった。やっぱね、防衛施設とユニットの射程みたいなところがね、まだ肌感得てないですね。さあ、じゃあ、ゴーレム編成に切り替えましょう。ほらーって。おら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 。レイジ。レイジよな。行きましょう行きましょう。レッツゴー。さあ行きますよ。ゴーレム召喚からのスーパーウィザード。ポンポンポン。ああ。わな気がするべきだ。もうこれあんなに巨爆あったのにまだあんの？いけ。さあもう防衛施設がないんでね、この辺にレイジをかけていきましょう。早く移動しろというレイジですね、これは。ドカン。さあ、ボムターも出ていきつつ、いいね。ドカンと。さあ、君、いいね。あ、ライトニングで折れた。さあ、ゴーレムの強さは出なかったんですが、ヒールにも乗っていって。すごいな、もう触れるだけで。強すぎる。まあ、一応ね、このクランがね、世界で一番今、クランキャピタル進んでるクランっぽいんですよね。まあ、さすがにこれやばいでしょ、ポイント。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、というわけで、一番上のね、キャピタルへの挑戦権が得られました。さあ、こいつをなんか、テンプレ配置みたいなの出来上がってない？難しいね、これ。どうやって攻めてこう。こいつは？両方、両方いける。はぁ、こいつはクラッシャーだよね。捨ててあるか、もうなんか、置物かのように置かれてるから、こいつ見落としがちだけど、最終的に外周削ってゴーレム真ん中ドッカン行きたいかな。から、一旦外周削りで行きましょう。一回目はね、そう、そういうのが大事。いきなりね、本体ドッカンって行くんじゃなくてね、外周部削っていくのが大事ですよ。これで行きましょうか、一旦。わかんない。行きます。行きます、行きます。さあ、どうやろうか。まずはアーチャーでね、この辺の削っていきましょう。射程入らないからね、この辺とかもね。さあ、ありがたーくいただいていって、うイーグルが、さあヒールは打つかどうかちょっと貯めていきます。火力的に突破できそうだね。イーグル届くん？こいつ何に殴られた？あ、イーグルが、イーグルが届いたようですね。そうか、逆サイ。いいぞ。いいこと思いついた。どうしよう。さすがにこれは取っとかないといけなくて。これナイス。オッケー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 。左サイドこれで突破できました。ボールの範囲見ときたい感はあるな。ヒールここかけで後で右サイド突破すればいいから、まあ、ライトニング2発をどこに打つかやな。後ろに打つか。どうせにゴーレムが通ってくれるから、まあ、こっちホグは確定的だからちょっと時間かかりますが、ほいほい
ホイまで行っちゃって、もうこっち出しときましょうか。あ、これチクホールウチア、このライトニングイーグルウチア、これわかった、これでリターゲさせればいいんだ。え、お前強ない？はい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 。でこの辺ヒール置いときましょう。これ次のアタックのためですね。いいよ。オッケーオッケー。ああ罠があったのね。はいはいはい。いいでしょう。さあゴーレムの進行をみんなに見せてあげよう。行きましょう。さあゴーレムに走っていただきましょう。頼むぞ。強すぎ、笑った。そこっちも走らせていき、あ、これライトニングで落とせるかね、あの防衛施設。そうだよね。そうするとこのオグがだいぶ火力的に、お前やめてくれ。いいぞゴーレム、頑張れゴーレム。いやホグこんなに早く出すべきじゃなかったな、よく考えたら。いけ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 、いいぞ頑張れ、いいぞいいぞゴーレム、強い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 。さあイーグルの竹はまだゴーレム、そいつを倒せゴーレム、頼む。壊せ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 、いけ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 るぞ、お前ならいける。そのための道を一旦目で作ったんや。耐えろ耐えろ耐えろ。ヒールもっと奥にかけとくべきだったんかな、これ。1回目のヒールもうちょっと奥でよかったね、これ。いや、強い強い、いいよ。さあ、タウン爆破ないからね、このタウンホール。さあ、こいつ届いちゃうか。バーバリアンは刈り取られたが、走りすぎ。スーパーウィザード行かないで。次どうしよう。これ、押し切れないよな、さすがに。いけ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 、さすがに無理よな。まあ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 、いや十分でしょでもこれ。うーん、ドカンと、おー強い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 、いいんじゃないですか。見してあげるよオグラッシュを。できないでしょみんな、まだ。いやー、あと2回ぐらい攻撃できればな。おら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 、強っ。まだ飛んでるホグ。ホグラッシュ、これ見るとホグラッシュ強いんじゃねって思うかもしれないんですけどね、さっきねうちのオーナーがホグラッシュやっててね、結構きつそうだったんで、やっぱ配置選ばなきゃって思った。まあ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 、いくらですかこれで。あ、4位まで。いや、なんかこれ次 E ポイント取ったら1位に輝けそうじゃない。ちょっと俺さっきのアタックもったいなかったな。あ、敵を探している。これもしかしてさ、お、来た。ネクストレイズ。じゃ皆さんこれ見てください。これスーパードラゴンかな？スーパードラゴンよね。スーパードラゴンの、多分これスーパードラゴンよね。名前、あ、え、どこに書いてある？あんま書いてない。いや、こいつがね、直すと多分スーパードラゴン使えるようになると思うんで。ウィー、直しちゃいました皆さん。あ、できたできたできた、スーパードラゴン解放できた。ということでね、ちょっとポイントまだ残していきつつ、さあラストアタックやっていこうかなと思います。ちょっとせっかくスーパードラゴン解放したんですけどね、使えそうなのがまだちょっといないですね。こんなにポイント入れといてさ、これでもまだ全然村が進んでないっていうの怖いね。さあやっていきましょうか。まずはこことかね、美味しくいただきつつ、一気にラッシュを仕掛けていくんですけど、ホグにね、あ、ヒール先打ちでいいまである？これもしかして。ヒール先打ちでいい？もしかして。そうだよな。いや、どこかけよう、これ。緊張すんな、このヒール。ここです。これ、バレルまで行くのがポイント。これバレルで相手の砲台潰します。で、あ、そっか、空飛べない奴らもいんのか。お前ら飛べないんだ。
あ、海渡れないのか海渡れないのか、これ言ってくれんのかと思ったよ。なんだお前ら、なんだお前ら、飛べねえのか。お前壊れたりしない、これで。壊れないか、惜しいな。いやでもこれだいぶ強くない？あ、バレルホグありですね。さあどこから出せる、これ地区ホール殴れる。あ、砲台が強いな。移動砲台いるから無理だ。ここから出しましょう。これ出して。あ、バレル、スケバレ、めっちゃ強くないこれ。さては。え、これめっちゃいいアタックじゃん。さては。見つけちゃったね。いや、いいいいいい。75までいって。いいいいいい。いいいいいい。これなんかもっとうまいことやったら、なんか初手全開取れそうだったんだけど、なんなら。あ、これ強いな。ありありあり。はい。ということで、堂々1位を獲得しておきました。はい、というわけでね、今回はクランキャピタルやってったんですけど、めちゃくちゃ強い。めっちゃ楽しいな。ここまで来ると楽しいですね。うん。さすがにね、レベルの低いというか、まだまだレベルの上がってない、タウンホール2ぐらいの、地区ホールかな？地区ホール、なんて言われる？クランの都がある2っていうレベルのところのやつがね、まだ、まあ僕たち、2とか3とかのがね、僕たちホームグラウンドのクランなので、そちらのアタックとかもね、ちょっと見せつつ、まあ、今回はね、ちょっとさすがにこんなにいいクランにね、遊びに来てよって言われて、攻めることができたのでね、非常にいい経験をさせていただきました。やばいね、これ。で、俺最初のアタックやり直したいわ。あれ、ちょっと、さすがに、まあでも、僕にとってのね、まあみんなにとってもクランキャピタルまだね、初めての方だと思うんでね。はい。これから慣れていきたいですね。というわけでね、もうこの段階でこんなに解放できて、もうスーパードラゴン解放しときましたよというところで、楽しい。非常に楽しい。いいですね。はい。というわけでね、今日はこんな感じで終わると思います。まあ我々のスポンサーはこういうクラクラでのね、まあ還元もしつつ、クラクラを非常に楽しんでいるのでね、すごい楽しみ方ですが、僕にはちょっとできないね、楽しみ。多分これさ、あれよね、レベル5というか、レベル5なんだけど相手が。きっと7段階までここまで来れる人がいないんよ、多分対戦相手に。見てみ、これラバキングスしかいないからマッチング相手ここしかいなくて、同じクランとめちゃくちゃやってんだよ、面白くないこれワンチャンさ、前の人のリプレイとか見たら同じ攻めいいやつなんか修正していけばもっと強い攻めできそうだね。というわけでね、今日はこんな感じで終わると思います。まあ、クランキャピタル関連もね、まあちょいちょい、まあ昼間よりは動画にすることないとは今のところ思ってるんですけど、まあこうやってクランレイドはね、すごい楽しく遊べますし、まあこれから動画にしていこうかなと思いますので、キャピタル関連もね、コメントだったり質問だったりあればぜひ気軽にください。これえぐいね。ねえ、これ絶対勝てるじゃん、これ。相手かわいそうじゃない？あ、でもさ、あんま変わんない。これ勝ち負けあんまないのか？ただポイント稼ぎのあれなのか？なら別にいいのか？まあいいや。いやもうディフェンスえぐいもんだって、ほら、19回とかでも相手もなんか、そうだね。相手も俺らしかマッチングするとこなくて、やることなくなっちゃってるから、もうほら、こういうこと起きちゃってるから。あ、これ見たいな、ちょっと、ビュー。なるほどね。まあ、ちょっと、防衛の方はね、なんか配置の方がどうのこうのみたいなことね、LINE で言ってたんで、ちょっとそちらまだ見ないようにしようかなと思うんですけど、はい。というわけで、まあ、またね、来週あたりでまたすごいことになりそうなんでね、これからまたポイント稼いで成長していくと思うので、このクランは。まあ、もし来週もね、遊びに来れるようなことがあれば、もう一回動画撮っていこうかなと思いますので、こんな感じで終わると思います。というわけでチャンネル登録、よろしくお願いしましょう。さよなら。